大阪府道40号岸和田牛滝山貝塚線は、大阪府岸和田市及び貝塚市を東西に通る府道である。法定路線名からすると、岸和田市北西部の岸和田市街から、道市南部の牛滝山を経由して、貝塚市北中部の貝塚市街へ至る、環状道路として計画されたものと考えられるが、実際には、岸和田市の山間部に、普通区間が存在する。そのため、 岸和田市行きでは牛滝川流域の山台谷を通る東西幹線、貝塚市駅では小木川流域の木島谷を通る東西幹線といった位置づけになっている。また、両市行きとも片側2車線の振動は中心市街ではなく、半和自動車道及び阪神高速4号湾岸線の出入り口を施行するようになっている。特に岸和田市行きでは、泉市境付近に、 半和道、岸和田泉インターチェンジが位置することもあり、湾岸線側は、岸和田市街に近接する、岸和田南、出入り口ではなく、岸和田北出入り口へと向き、平野部の経路は、旧道と大きく異なっている。かつては、府道40号だった岸和田市小松里町から同市、津川町までの区間は、現在は、府道の指定が解除され、岸和田市道を、米田山田線として、 同市の管理のもとに置かれている。また、水間鉄道と並行して走っている、貝塚市小積から同市鳥羽までの旧道区間についても、2006年4月に、貝塚市小積地内の区間が、貝塚市道小積農協前線、同市清志寺から水間間の前までの区間が、貝塚市道清志寺、水間線として、同市の認定道路となった。残る、旧道区間、同市鳥羽間も、 2007年4月に、不動の指定が解除され、不動238号の前線と合わせて、貝塚市に移管され、貝塚港急防町丁前を起点として、不動40号との合流地点に至る道路、貝塚市道西町か5日朝を中線となった、ローリング族対策の交通規制区間終点。直上の高架道路は、半和自動車道。ローリング族対策のため、 間部区間では、以下のような交通規制が実施されている。大阪府道4十号岸和田牛滝山海図河川、岸和田市海津河市。ありがとうございます。